上隆法です。ということで、正上隆法のハンデムネイムラインのコーナー行ってみたいと思います。今日はですね、チャンネル T チャンネルドット T さんの、ハンドネーム占いをやってみたいと思います。ここでですね、ちょっとどういう風に、ちょっとね、ハンドネーム見ていこうと思って、まあ、どうやって見ていこうかなといろいろ考えたんですけど、ちょっとここは一回行ってみたいと思っておりますということでね、はいね、まずチャンネルの地は3、やは3、運は2、ねは3、るは2、あ、違う、間違った、ごめんなさい。ねは4、よく間違えます。で、T なんで、ここで、3、2が入りますね。はい、ということでございます。合計足すとですね、7といくらになるかと言いますとね、19画になります。前半19画ね、これ最大強数って言いますね、あんま悪い数字でございます。まあ、極数で、と言われて、まあ、9、10とか20、19、20は極数と言われましてですね、まれにね、大成功者も生まれるんですけども、なかなかこの、数字をつけるのは危険であると申し上げておきます。それ、地は3、やは2、運は2、ねは1、2、3、4、るは2っていう感じでね、これドットがつくんで、1で t、t、これ t、t なんで3人ですね。アルファベットはカタカナに振り返ってやる。ドットも数字に数えるという形をとっておりますので、こうなります。これをずーっと出すと、ここが19なんですよね。で、これ、2つ足すとどうなるかってね。これ、まあ、障害運って言うとあんまり良くないのが2つ並んでそこ。まあ、1つのこのチャンネル t、チャンネル .t っていう形にとっておるので、どうなるかと言いますので、ね、こちらの方合計38画。38が技芸運ですね。はい。非常に物事を器用にこなす、いろいろ多機能タイプの方でございますね。はい、ということでございます。これ当然ね、大吉数でございます。はい、いい数字です。で、この数字でもいいんですけども、ちょっとね、技芸運っていうのは不安定感がどうしてもね、あるんですよね。で、今、コメント欄に書いていただいたように、1を足すかどうかっていうので、ね、ここにもしを、1チャンネル、1をつけるかどうかって、これ1つけるとどうなるかね、見てみたいと思います。これ1足したらいくつになりますか？はい、計算しましょう。はい、実は39画。おっと、39画入ったぞ、これ。はい。この39画はね、どういう数字か、というとですね、これがなんとね、等量運って言われるもんですよね。等量運。非常に大吉数ですね。とっても強い数字になります。この数字にするとね、一体どうなっていくかというとですね、どうなっていくか、今から説明したいと思います。もう本当に。財力も、すいません、汚い字になった。財力、権力ね。あとはね、徳ですね。この3つがついてきます。財力も、権力も、徳もね、ついてくるという、とっても素晴らしい強い数字になります。ということで、1つける方がいいと思います。っていうか、まあ、これ、チャンネル T だけではちょっと弱いんです、ダメなんですけども、まあ、こう、並んでつけてるっていうところでも非常にね、強い数字で、義援運っていうね、大吉数ですし、それ1をつけることによってね、30は等量で大吉でね、もうすごいね、スーパースペシャルに強くなるね、数字になるんで、1つけても、あいつか1つけた方がいいかな、みたいな感じでございます。まあ、前後につくか後ろにつけるかどっちでもいいんですけどもね、まあ、こんな感じでね、まあ、この長いチャンネル T、チャンネル .t が1、チャンネル T、チャンネル、ドット T まで、どっちでもいいんです。どっちでもいいですか。まあ、1つける方がいいのかなっていう感じに思う今日この後の正上隆法ですけども、いかがだったでしょうかということでね、チャンネル T さんのね、リンクの方は下の方に貼っておきますんで、見て、いいねボタンを押して、当然登録もして、コメントしてください！お願いいたします！
でしょ、なんか。行ったら運気もらえそうでしょ。ね。うん。まあ、そんな感じでございますけどもね。まさかみりょうの、ハンドルネーム占いのコーナーでした。このようにですね、ハンドルネームを見てみたいなって、見てほしいなっていう方はね、遠慮なくね、コメント欄に書いていただければね、頑張ってやっていきますんで。うん。ちょっと、もうちょっとで追いつく。もうちょっとで追いつくから。追いつくのかな。ないんで、下にコメント欄書いてくださいね。俺まだやってもらってないよっていう方はね、ぜひともね、書いてください。もうね、コメントすんげー流れて見返してるんですけど、もうね、膨大なコメント量なんですよ。原因はね、まさがみがたくさん動画を出しすぎてるから。一日一歩急ぎやがっためっちゃ、もうね、もう、嬉しいことに、もうね、いろんな方がね、もう各動画にコメントしてくるんで、こう返信書いていって、ずっと、ね、たまに忘れるときもあるんですけど、抜けちゃうときもあるんですけど、まあ、もうなるべくこう全部返そうと思って頑張ってるんですけどね。やっぱね、歳には勝てない。忘れてしまうことが多いということで、大変申し訳ございません。この場を借りて謝っておきます。ということでね、まさがみりょうほのハンドルネームオンラインコーナーでした。1チャンネル T チャンネルドット T さんは31画、トーロス、大キス、財力、権力、徳もあるというね。徳ですよ、徳。なかなか徳が出てこないんで、いいかと思います。それでは皆さんごきげんよう。また会う日まで、会える時まで。まさがみりゅうほでした。バイバイ。